いパーティーでございます。ムニエルが我が家にやってきて25ヶ月が経ちました。今回はボーダーコリーのしつけでやっちゃダメだと思うこと5選をお送りしたいと思います。パーティーはですね、初心者の飼い主なんで、ああでもないこうでもないいろいろやったんですけれども、なんでね、多分普通にしつけをやってる人よりいろんなこと試してみたと思うんですよ。そんな中でね、これはやらない方がいいな、やっちゃダメだなって感じたものがいくつかあったんで、そのお話をしていきたいです。というわけでいってみましょう。レッツランドーン、ピッピロポーン。まずはその1、上に立とうとする。これ言いますとね、皆さん、おいおいちょっと待てよ、ボーダーコリーこそ主従関係が大事なんじゃないの、なんて思われると思うんですけれども、これはですね、パティやっぱ最初上に立たなきゃ舐められちゃいけないっていう気持ちがすごい大きかったんですよ。でもね、今となってはそれが間違いだったと思います。これは何かというと、私が上であるとムニエルに決めさせなきゃいけないんですよ。ムニエルが私を上だと認めるように努力をしなきゃいけないと思いました。結果的にね、なかなかうまくいかないもんだから、認めてもらえるように努力しなきゃいけなかった立場なんですけれども、最終的にムニエルが私のことを上なのかなと疑問、なんで疑問形なのちょっとね、認めてくれてるんじゃないかなと思います。なんでこう上に立とうとすると、どうしてもね、押さえつけてしまうしつけになってしまうと思うんですよ。そうじゃなくて、認めてもらえるように日々努力する、これが大事なんじゃないかなと思いました。ピッピロポーン。続きましてその2、弱気。これはしつけの時に弱気だとダメだっていう話ですね。しつけで失敗したらすぐね、あ、これダメだ、次やろうみたいな感じでね、やり直しをすればいいわけで、失敗したらね、やっぱちょっとね、しょんぼりするんだけど、ムニエルもちゃんとできなかったからしょんぼりするんだけども、はい、気を取り直して他のことやってみよう、他のことだったらできるかもとね、弱気にならずにこっちが強気でこれやろう、はい次これやろうって強気でやると、ムニエルもね、頼りがいあるって感じで言うことを聞いてくれるなと思いました。なのでしつけの際に弱気は絶対にダメだと思います。ピッピロポーン。続きましてその3、叱りすぎる。これはですね、本当にムニエル、ちょっと私ね、厳しくしすぎたところもあるんですよ。ぶっちゃけ反省点なんですけれども、叱りすぎるとどんどんね、ちょっと弱気になっちゃうんです。気が弱いところがあるんですけれども、ムニエル、これはね、私が叱りすぎちゃったんだなって反省しています。それで今はね、できるだけ褒めるように努力をしています。これ失敗談になっちゃいましたね。前に動画でお話ししたことあると思うんですけれども、褒めるのが難しいってね、お話をしたことがあると思うんですよ。で、最近やっと分かってきたんですけれども、私がね、褒める状況を作らなきゃいけないんですよ。これはムニエルに、はい持ってきて、はいついてとか言って、グッポイ、毎回褒める、なんか褒めるきっかけを作ってあげなきゃいけないんだなと、やっと気づきました。お前そんなことは今頃気づいたのかよと思われるかもしれないけれども、やっぱりね、すごく厳しく叱って褒めれてない人も多いんじゃないかと思って、勇気を出して言ってみました。これはとっても大事だと思います。ピッピロポーン。続きましてその4、曖昧なことをする。これもですね、パティの反省点になるんですけれども、これはね、やっぱり白黒はっきりしなきゃいけない。パティはね、グレーゾーンがわからないとか言って、いつもオールオールナッシングの人間なのにね、ムニエルのしつけになるとどうしても曖昧になっちゃうことが多かったんですよ。それでね、ムニエルにとっても苦労をかけました。例えばですね、この部屋に入っちゃダメですよっていうのを、ちょっと入っちゃった時に、まあいっかとかしてしまったりするんですよ。するとね、入っていいんだなってムニエルは思うんだけど、次ね、入ろうとしたらダメって言ったりするとか、やっぱりこの時は OK、 この時はダメみたいな、その境界線がね、曖昧だとムニエルが分かりにくいんですよ。そもそもさ、日本語が分からないわけだから、日本語どころか人間語が分からないわけだから、私がこの時は OK、 この時は NG みたいな曖昧なことをするんじゃなくて、 OK と NG の境を、境界線をきっちり作ってね、それを教えなきゃいけない。ムニエルにはこういうルールで教えるってはっきりやっていれば、ムニエルはもっと苦労せずにスムーズにいろいろ覚えれたんじゃないかなと思います。これね、考えると私ほんとちょっと泣きそうになるんですけど、うまくできなくてムニエルごめんなさい。ピッピロポーン。続きましてラスト、しつけすぎる。これはですね、おいおいちょっと待てよ、ちゃんとしつけろよと思われるかもしれないですけれども、しつけすぎってちょっと良くないなってパティは感じております。
ムニエルと一緒にドッグカフェに行った時に、そこがね訓練校も併設しているドッグカフェでして、そこでね訓練してる様子が見れるんですよね。そこにね出入りするワンちゃんの立派なこと立派なこと、ビシッとつけをしてね言うことをよく聞いて、でもねこの立派さが見ててねパティはあれって思ったん。最初はわーみんな頭が良さそうだ、みんなよく言うことを聞いて立派だなって思ってたんですけど、そもそもパティがなんで犬を好きなのかなって思った時に、すごく表情豊かで愛情表現が豊かなところだったり、そういうところが好きなわけで、頭が良くてよく言うことを聞くから犬が好きなわけじゃないんですよ。なんでねちょっとみんな心が死んじゃってるっていうか、あまりにも頭がいいとか、あまりにもしつけすぎてちょっと心が死んじゃってんじゃないかなみたいな、顔がね暗いというか、それがねちょっと悲しい気持ちになったんですよ。なんでパティはねほんとさっき泣いちゃいそうになりましたけど、今回ねやっちゃダメなしつけとか言ってほとんどでパティの反省会みたいになってるんですけれども、でもムニエルはねポンコツなところもある、あ私のせいでね、私のせいでちゃんとスムーズに覚えれなかったこともいっぱいあるんですけど、とっても愛情表現が豊かで表情もすっごい豊かなんですよ。なんでね人間様が犬を連れてどうですか、私の犬頭いいでしょ立派でしょってするために、私は犬を飼ってるんじゃない、ムニエルと本当のパートナーになりたいから飼ってんだと思って、だから私はしつけすぎは良くないと思います。ああいうね訓練校とかもねすっごいいいみたいでいっぱい話聞きますけど、パティはダメだったけど自分で戦って戦ってムニエルをつけて、そこはとっても誇りに思っております。はい、いっぱい安静になりましたけれども以上でございます。これで皆さん多分ね気づいてないと思うんですけど、パティもずっと気づかないふりをしていたんですけれども、ムニエルが我が家にやってきて全然25ヶ月じゃありません、月1にあげるのが難しかったんで、これはねレッスン1、レッスン2、レッスン3みたいな、レッスン25みたいな感じで聞いていただけるといいなと思います。ご都合主義でごめんなさい、パティでした、さらばいと言いたいところですけれども、もうちょっと時間があるみたいなんで喋らせていただきます。なんとパイナップルブラザーズのテーマ曲をただいまレコーディング中です。飼い主さんと来たら友達募集に応募しただけなのに、ボーカル撮りとかラップとか撮らされてて、人生ハートモードだぜ、さらばい。